男子ゴルフツアーの中日クラウンズ、中日新聞社共催の公式練習が30日、愛知県東郷町の名古屋 GC ワゴン C6557 ヤードパー70で行われ、石川遼32イコールカシオイコールら出場選手がコースをチェックした。インの10番から18番を宮里優桜と回り、グリーンを入念にチェックした石川は練習ラウンド後、 報道陣に対応し、例年よりグリーンの目が詰まっている感じ。例年以上に手強い印象、と語った。ツアーとしては異例に短い6,557ヤード、パー70の和合。その分、コースセッティングに工夫がされ、簡単には攻略できないようになっている。風向き、ピンの位置などでホールの難易度がすごく変わる。攻めるホール、 低ホールの見極めがこのコースは大切になってくる。その判断を迷いなくできるかどうか、と攻略法を語る。前週の欧州ツアーを兼ねた、イスプス・ハンダ選手権では、ショットのブレに苦しみ、予選落ちした。スイングを動画で確認して、微調整はできた。もう大丈夫です、と石川。2010年には当時の最小ストロークの世界記録を作って優勝。 自ら「大好き」と公言する大会で上昇気流に乗る。